ブルース・スプリングスティーンはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター。ニックネームはザ・ボス。同国のロック界を代表する重鎮として世界的な知名度を誇り、アメリカで6400万枚、全世界で1億3500万枚以上のレコードセールスを記録している。初期の作品においては、 青春群像の描写に才能を示したが、やがて社会的なテーマを作品に織り込むことによって、アメリカの労働者や若者の声を代弁する存在となった。彼のロックは、ボブ・シーガーやトム・ペティラと共に、ハートランドロックとも呼ばれる。ハートランドは、アメリカ中西部から南部の一部も含む広大な地域で、労働者や農民も多い地域である。支持政党は、 アメリカ民主党。父はオランダ系とアイルランド系のアメリカ人のダグラス。母はイタリア系アメリカ人のアデル。妻はシンガーソングライターのパティス・キャルファ。1999年、ロックの殿堂入り。ローリングストーン史選出、歴史上最も偉大な100組のアーティスト第23位。同、歴史上最も偉大な100人のシンガー第36位。同、 歴史上最も偉大な100人のギタリスト第96位。旧市選出、歴史上最も偉大な100人のシンガー第62位。エルビス・プレスリーに憧れてギターを始めた。10代半ばから地元ニュージャージーで数々のアマチュアバンドに参加。1969年に結成したスティールミルというハードロックバンドは西海岸に演奏旅行に出かけた際にビルグレアムから デモレコーディングの機会を与えられ、さらにレコード契約を提示されるほどの評価を得た。1971年の同バンド解散後は、リズムブルースの要素を取り入れた、ブルース・スプリングスティーン・バンドというグループを結成するも、仕事の不足から会えなくた期間で解散している。ブルース・スプリングスティーンザイ・ストリート・バンド前日のバンド解散後はソロで活動をしていたが、 1972年に若手音楽ビジネス家のマイク・アペルと出会い、才能を見込まれて、マネージメント、レコードプロデュース及び音楽出版契約を結ぶ。その後、大手レコード会社、CBS の伝説的 A&R マン、ジョン・ハモンドのオーディションを受ける。ハモンドはその才能を絶賛、結果1973年1月5日に、アズベリーパークからの挨拶で、 レコードデビューする運びとなった。デビュー当初は第2のディランというキャッチフレーズでシンガーソングライター的な扱いでのプロモーションを受けたが、あくまでロックンローラーとしての活動にこだわった。デビューシングルの光で目もくらみはチャートインを逃し、セールス的には振るわず、クラブサーキット中心のライブ活動に活路を求めた。1973年9月にセカンドアルバム 青春の叫びを発表、評論家からは高い評価を得た。一方で地道なライブ活動が実を結び、そのパフォーマンスが評判を呼んだ。1974年にライブを見たロック評論家ジョン・ランドーはリアルペーパー誌に私はロックンロールの未来を見た。その名はブルース・スプリングスティーンと絶賛のコラムを掲載する。 そのランドをプロデューサーに招いて制作された、翌1975年8月25日発売のサードアルバム、明日なき暴走は、ビルボード200の10位に入り、10月18日、付けチャートでは3位に浮上する。シングルカットされたタイトルトラックは、ビルボードホット100の23位を記録した。また、タイム誌とニューズウィーク誌の表紙を同時に飾った。 だが1976年、ジョン・ランドーのプロデュース参加や曲の著作権をめぐって、マネージャーのマイク・アペルとトラブルになり、裁判となる。最終的には、翌1977年に法廷外での和解となり、アペルとの関係を解消したが、レコーディング活動は2年間休止した。なお、ランドーは後に、スプリングスティーンのマネージャーとなっている。 前作より3年が経った1978年にアルバム闇に吠える街を発表する。前作のセールスには及ばなかったものの、その後のライブでの主要レパートリーが多く収録されたアルバムとなった。当作を引っ提げた全米ツアーでのパフォーマンスは伝説となっている。東ドイツ DDR。初めてアルバムチャート1位を獲得し、リカットシングル。 ハングリーハートも初のビルボードホット100のトップ10入り。その後、約1年にわたるワールドツアーを観光した。1982年9月30日、6枚目のアルバムネブラスカを発表。アコースティックギターとハーモニカだけで自体。1984年6月4日、7枚目のアルバムボーン、インザ・ USA』を発表。 アルバムチャート1984年6月23日付、初登場9位。その後、1984年7月3日から4週連続で1位となり、間を空けて1985年1月19日に、再度1位に返り咲くという大ヒット作となる。また、UK アルバムチャートでも1984年6月16日付で、初登場2位。 1984年12月22日付では79位にまでダウンしたが、翌12月29日付以降再び順位を上げ、チャートイン36週目の1985年2月16日付で初の1位を記録。さらに6月1日付では14位までダウンするものの、7月6日付で再度1位に返り咲くという記録を達成している。アルバム中の一曲、 ダンシン・イン・ザ・ダークは全米シングルチャートで4週連続第2位を記録した。また、この曲のミュージックビデオでは有名な映画監督のブライアン・デ・パルマがまだ女優としては無名だったコートニー・コックスをファン役に起用。彼女がライブの途中でスプリングスティーンにステージに呼び寄せられ一緒にダンスを踊るという内容である。だが、ボーン。 民在 USA の曲は誤解され、保守派のジョージ・ウィルが、ブルースのコンサートに出かけ、彼の労働倫理を称賛する文章を書いた。共和党の右派政治家、ロナルド・レーガンも演説でブルースを称賛した。曲は、レーガンのキャンペーンに使用され、ブルースは激怒した。また同曲は、民主党のモンデール候補にも使用された。アルバムは、全米で1200万枚。 全世界で2000万枚の売り上げを記録し、発表と同時に行われたワールドツアーも大成功を収めた。1985年4月、発来日公演を行う。同年5月、モデルのジュリアン・フィリップスと結婚。同年、u s a 4アフリカの We Are the World に参加。ソロパートを2度も担当している。また、当時 E ストリートバンドを離れていた。 スティーブ・バン・ザントを中心としたアパルトヘイトに反対するアーティストたちの楽曲サンシティにも参加した。1986年には1975年から1985年までのライブ録音からベストテイクを集めたライブアルバムザ・ライブを発表する。LP5 枚組または CD3 枚組というボリュームにもかかわらずアルバムチャート初登場1位という 前代未聞の記録を残した。1987年10月9日、8枚目のスタジオアルバムトンネルオブラブを発表。アルバム発表後ワールドツアーを行うが、ツアー終了後の1988年、デビュー以来バックを務めてきたイーストリートバンドを解散する。妻パティスキャルファ1991年、同郷でバンド仲間であるシンガーソングライターパティスキャルファと再婚。 あとには三人の子供を設ける。1992年、長い沈黙を破り、ヒューマンタッチとラッキータウンの二枚のアルバムを同時発表した。二枚組にしなかったのは、ヒューマンタッチ完成直前に新たなコンセプトが浮かびアルバム一枚分の曲を録音したが、同じアルバムに収録するには無理があると判断したため、1993年には、ジョナサン・デミ監督の映画、 フィラデルフィアの主題歌としてストリーツ・オブ・フィラデルフィアを書き下ろしで提供。同曲で1994年にアカデミー一家曲賞を受賞している。日本で深夜に放送されていた音楽番組ビート・ユーでは UK シングルチャートナンバーワンを獲得した。1995年に初のベストアルバムグレ e テスト・ヒッツを発表。再結集した。 イーストリートバンドと録音した3曲を含む新曲4曲も収録された。同年にはジョン・スタインベックの小説、怒りの武道にヒントを得たアルバムザ・ゴースト・オブ・トム・ジョードを発表。1997年までアコースティックソロでワールドツアーを行った。1998年にはデビュー以来の未発表曲や揮発曲の別テイクを集大成した。 CD4 枚組ボックスセット、トラックスを発表。直後にイーストリートバンドの再結成ツアーを行い、全米とヨーロッパの各地で歓迎された。1999年、ロックの殿堂入りを果たす。地元ニュージャージー州にて2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件は、スプリングスティーンの活動にも大きな影響を及ぼした。事件直後は、 いくつかの追悼イベントに参加。翌2002年7月には新作アルバム、ザ・ライジングを発表。テロの犠牲者や遺族、自爆テロリストにまで題材を取り、事件の傷跡を癒そうとする内容の作品であった。同時に、全国、ヨーロッパをめぐるツアーを開始。当初、アメリカのアフガニスタン侵攻については賛同していた。ものの、イラク戦争については、反対を表明した。 2004年アメリカが衆国大統領選挙に、際しては、反物質的立場を鮮明にした。ボートフォーチェンジと銘打って、R.E.M., パールジャム、ジャクソン・ブラウン、ジョン・フォガティラ多数のアーティストとツアーを行い、共和党支持の強い地域で民主党支持を訴えた。選挙直前の2004年10月28日には、オハイオ州で、ジョン・ケリー上院議員の応援演説も行った。 結果的に物資は再選されたが、それについてのスプリングスティーンのコメントは発表されず、彼自身のアコースティックギター弾き語りによるアメリカ国家がオフィシャルサイトにアップロードされた。2005年4月に通算20作目となるアルバムデビルズダストが発表された。主に個人の心情と政治や社会の間で苦悩する人々の姿が描かれている作品である。 アルバム発表後、ソロツアーをアメリカ、ヨーロッパで観光。このツアーは、1995年から1997年にかけて行われた、ゴースト・オブ・トム・ジョードツアーとは、若干異なり、ギターとピアノ、オルガンを曲によって弾き分ける形式であった。同年11月には、サードアルバム、アスナキ暴走の発表30周年を記念した、ボックスセットが発売された。 2007年には2年ぶりの新作、マジックを発表した。2009年、ザ・レスラーが第66回ゴールデングローブ賞の主題歌賞を受賞。この曲はミッキー・ローク主演映画、レスラーにおいてエンディングテーマとして使用されたが、友人でファンでもあるミッキー・ロークのために書き下ろした曲である。2009年2月開催の NFL の 第43回スーパーボールのハーフタイムショーに出演。いてついた10番街、新作、ワーキングオンアドリームを熱唱した。大統領自由勲章受賞式にて2010年11月、フォースアルバム、闇に吠える街のボックスセットが発売された。また、このボックスにも収められている未発表曲を2枚組み、アルバム、ザ・プロミスとして同時発売した。 2012年3月3年ぶりとなる久々の新作レッキングボールを発表世界14カ国で初登場1位となった2012年7月26日自身が過去にうつ病に悩まされていたことをベイシニューヨーカーのインタビューで告白それによると1982年に心理療法士のカウンセリングを受け始めていたという2014年1月 通算18枚目のオリジナルアルバム、h i ホ h プ o p e s を発表。世界20カ国で1位となったほか、日本でも約20年ぶりにオリコン週間洋楽アルバムランキング第1位を獲得した。2016年、母国の栄誉、大統領自由勲章を受賞2018年、ブロードウェイシアターの最高栄誉、トニー賞を受賞二千十九年、 通算19作目のオリジナルアルバムウエスタンスターズを発表。60年代終わりから70年代初めにかけてのサザンカリフォルニアポップレコードにインスパイアされた彼の音楽を新たな境地へと誘う作品。ボス曰くこのアルバムはキャラクター主導型の曲と大胆でシネマチックなオーケストラのアレンジを特徴としていた僕のソロ作品への回帰。 宝石はこのようなアルバムなんだ。2020年10月23日、通算20作目のオリジナルアルバム、レターというを発表する。スペインバリアドリット公演、クラレンス・クレモンズ・イーストリートバンドは、スプリングスティーンのレコーディング、コンサートにおいてバック演奏を務めるグループ。アマチュア時代に結成したバンドが母体になっているが、メンバーの交代は数回行われている。 1988年に発展的解散。1995年にベストアルバム、グレーテストヒッツの新曲録音の際に一時的に再結成された。その後1999年、正式に再結成。2011年6月18日にバンドの核ともいえるサックスのクラレンス・クレモンズが死去。バンド存続が危ぶまれたが、クラレンスのおであるジェイク・クレモンズが、 サポートメンバーとして加わり、活動を継続している。2020年11月時点サポート詳細は、英語版、EN、ブルース・スプリングスティーン・ディスコグラフィを、参照詳細は、英語版、EN、リスト・オブ・アワーズナマネシャンズ・リシベド・バイ、ブルース・スプリングスティーンを参照4月10日、11日、13日、15日、16日、国立代々木競技場、 第一体育館、19日京都府立体育館、22日、23日、大阪城、ホール9月27日東京ドーム1月27日、29日から31日、東京国際フォーラムホール A。ありがとうございます。